さんこんにちは、ポニョイです。いよいよ明日からローソンコラボとセガラッキーくじが始まりますね。私はローソンコラボではつかさくんのファイルとグッズをメインに買いに行こうと思っています。セガラッキーくじでは、アキトくんとトウヤくんの口縫いを狙います。前回のラッキーくじでは A 賞のクッションはもらいましたが、つかさくんの口縫いをゲットできなかったため、ガチで B 賞が欲しいという祈願を込めて、推しの好物を食べて運を貯めています。まずはおとつい、アキトくんの好物のパンケーキを食べてアキト運をチャージ。そして本日、トウヤ推しの皆様、この場面は覚えていますか？白身魚のドリアとローストチキン、あとはサラダとかぼちゃのスープでした。もうこの星4を始めて見てからずっと白身魚のドリアを食べたくてしょうがなかったんですが、やっと今日作る時間が取れたので作ってみました。ちなみに検索しても白身魚のドリアというレシピはなかったので勘で作りました。フライパンにバターと小麦粉を入れて弱火で練りながら溶かし、牛乳、塩コショウを入れてホワイトソースを作り、白身魚を入れて煮ます。グラタン皿にバターを薄く塗り、ご飯を入れ、ホワイトソースと白身魚、チーズを乗せてオーブンで焼きます。焼いている間にかぼちゃのスープを。ガチで作ると結構面倒なので、今回は牛乳で薄めるだけのスープを使用しました。あとは適当にサラダを作り、青柳家のクリスマスメニュー、ローストチキンなしの完成。本日お昼に美味しくいただいてトウヤウンチャージ。残りは最推しのつかさくん。今夜、つかさくんの好物の生姜焼きを夕食に食べる予定なので、下ごしらえまでしておきました。これで推し3人来てくれますよね。必要なんだよ。